貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです！そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました！アルレルト、貴様は何しにここに来た？
人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・カーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。なんで、なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。Oh!
時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人に日光を当てるな。遅くしたが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで、壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして、女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため、新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼は思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が。さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あ、あれ、足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から。
壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。いる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい。嘘だろ。家だ。
こいつ動けないのか。じゃあどうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それに、なぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ゴニ、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、あれは獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ。もう塔が持たねえな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前らもう力入んねえ。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナマさんが、ギルガーさんが。コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとうよ。まあそりゃ戦うんだよ、これで。ユミル、何するつもりだ。さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。ユミル、待って。
巨人が104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。エレン、まさか。そうなると、俺が鎧の巨人、俺たちは5年前、俺たちの目的は壁。エレン、どうだエレン。お前さ、なあベルトレ。だいたいこんな奴らがもう俺には何が正しいことなのかを。戦士として、ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。ユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。え、嘘、クリスト食いやがった。こいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだ。エルヴィン、巨人を引き連れてきやがった。ここまで来たんだ。故郷に帰るんだ。ベルトルト！いいの、二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの。兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が根絶やしにしてそうに絶対。敵を俺がぶっ殺すところ。ハンデスさん、
ミカサ、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃ何年だ。俺が蹴りをつけねえと。今巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。
我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。おい、敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目！これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。みな心して戦え。心臓を捧げよう。やはりそれが狙いか。リヴァイ！くそが。おい、待て、エレン！エレン！急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。
この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続く。エレン。ああ。今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。